ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ裏より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ裏はツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車がアルファロメオジュリアクワドリフォリオ、こちらをご紹介させていただきます。あ、年式と走行距離言うの忘れちゃいました、はい、年式が2019年5000キロのこちらの車両になります。最初から言っていいですか、はい、僕が多分過去一って言っても過言じゃない乗ってみたかった車です、はいはい。まあ、なかなかこうボンドっぽくないっていうか、まあ、ボンドにしては珍しい板車のなんかこうやんちゃな感じので、僕も正直車両紹介やらせていただく前はもう全然ノーマークだったんですよ、うん、むしろクワドリフォリオ何ってぐらいのレベルだったんですけど、はい、あのアリーナ店でご紹介、一応させていただいて、まあ、それジュリアじゃなくてステルビオだったんですけど、乗った時の衝撃ですよね。なんだこれはと。ちょっとこうドイツ車のハイエンドモデルとまたちょっと違った、そうですね、はい、もう荒削りな感じ、うん、それも、まあ、このボディでこの感じ、そうなんですよ、そうなんです、はい、でもちょっと外観から見ていくと、まあ、正直その分かりやすい、なんかすごそうな感じってドイツ御三家からするとだいぶ薄くありません？そうですね、まあ普通のファミリーセダンにちょっと毛が生えたかなみたいな、まあ、ちょっとこのボンネットのダクトとかブレーキとか様子がおかしいところはちょいちょいありますけど、なんかこう全体的なこうイメージとしては初見で見た時にまさかそんなにヤバい車とは思わないですよね、うん、なのでちょっとその辺を今回、ね、はい、あの掘り下げていきたいと思います、はい、で今回こちらご紹介させていただくトロフェアホワイトなんですけど、はい、これもう新車だと注文できない、うん、受注終了のボディカラーなんです ね、 ですね、はい、でなんか調べたら3コートで、うん、なんかオプション金額も30万円ぐらいする、うん、結構いいボディカラーなんですね。意外にこう深みのある白で、ね、パールですかこれは。そうですね、ちょっと、はい、少しキラキラした感じの、キラキラ、はいはい、でアルファってどうなんですか、赤がやっぱり定番なんですかね。ただどうなんですかね、今あんまり赤じゃなきゃみたいなこともないんじゃないですかね。そうなんですかね、うん、フェラーリと一緒ですかねやっぱり、うん、フェラーリもなんかもう赤、まあ、コーポレートから黄色っすけど、うん、なんかちょっと最近いろんな色が、はい、ちょっとこう脱定番じゃないですけど、うん、出てきてますけど、なんかアルファも白もなんか結構似合う感じ で、ね、はいはい、でそれがなんかちょっと余計こう普通っぽさというか、うん、演出してません。そしてあとはバンパーなんかも、まあ、専用のものになりますけども、はい、ちょっと他のドイツ御三家から比べるとちょっとアグレッシブさは随分マイルドかなっていう、うん、どっちかっていうとこのアルファのこのグリルとヘッドライトの方が目いくんで、なんかあんまりちょっとこう速そうに見えない。でもアルファってちょっと前までは3ドアのハッチバックがちょっと元気良かったのが、このジュリア出た時はこうなんかちょっと本気出してきたのかなみたいな印象はありましたけどね。でましてやこのクワドリフォリオでこういよいよかなみたいな、スポーツ行くのかなみたいな感じはありますよね、はい、なんかもう車自体があれなんですよね、あのアルファロメオのレース部門がなんかもう監修してるんで、もう本当にもう BM で言ったら M みたいな、そういうもう直系の車らしいですよ。でエンジンはさらにあそこのメーカーがちょっとそうです、 F 車の、はい、はい、でもアルファロメオ社は否定してました、うん、オリジナルですって言ってました、はいはい、まあ、ちょっとその辺も後でご紹介させていただきたいと思います。 で、 す、ね、はい、でこう下側だけはこれカーボンなんですね。そうですね。であとはここ結構割と大きなダクト、一つずつ見ていくともうちょっとこうハイパフォーマンスモデルだなっていうのが分かるんですよね、うん、こんな感じに。あとはちょっと下見でも話出ましたけど、ちょっとあの板車ってどうしてもその細かい部分、はい、品質的なものどうなのって皆さん思ってる方も多いと思うんですよ。でやっぱりこういうとことか見ると、まあ、ちょっとその何ですか、国産車とかドイツ車で慣れてる方だとおやおやっていう、まあ、若干の粗さはね、まあ、イタリア車のご愛嬌っていうところで、例えばこういうところの縁も切りっぱなし、はい、そしてこの切ったところも塗ってないというちょっとこうなんか職人がそのままやったんじゃないかって、まあもちろんその型でやってるんでしょうけど、まあそういうところとか、はい、まあ、あといろいろちょっとチリとか見てきますけど、そうですね、はい、だちょっとそういうのを気にして乗る車じゃないですよね、うん、もうこの車、まあ、買おうという方はそういうとこどうなのっていう方は、まあ、全くおすすめできないですよね。そうですね、はい、ちょっともう普通じゃない、うん、ちょっと荒削りなのとかとんがったのがこう求めてる方にはこれ以上ハマる車ないんじゃないかなと思います。
そしてあと最初にちょっと触れましたけども、これ後で見ますけど、フードが全部カーボンなんですね、これ。そうですね、はい。だからもうこの辺の軽量化具合も、なのでよく見ると留めも若干やっぱりカーボンに着点しているのかなっていうのはありますよね、はい。まあ、そんな感じの、まあ、この辺のダクトがもう普通じゃなさを演出しております。そしてそのまま上に行くと、この年式だとルーフもカーボンなんですね。なんかマイチェンでアルミルーフになっちゃったらしいんですよ。そうですね、はい。なんでまあその辺でもちょっと逆に前期をあえて狙うっていうのはありなんじゃないかな。でまたドイツ車みたいに前期後期でこう家具がまるで違うとかエンジン全く違うとかないじゃないですか。ぱっと見わかんないですからね。そうなんですよね、はい。まあその辺でも前期のこのカドリフォイルいいんじゃないかなと思います。そして横早速行きましょうか。横はもうこれ伝統の5ホールの、うん、これホイールが19インチ、フロントが24535ですね。これまた色もいいですよね、うん、このガンメタと、そしてこのブレーキの赤も入るし、この辺は、まあ、ちょっとファミリーセダンとはちょっと違うかな。そうですね、はい。もうハイパフォーマンスモデルだなっていうのが、だなっていうね、見て取れる、ね、はい。でローターもこれよく見るとちゃんとなんか真ん中が抜けてて、そうですね、ベンチのちょっと高熱性はちゃんと考えてそうな高そうなローターが、うん、しかもこれが前後なんですよね、うん、後ろもちゃんとドリルドだし、この穴開きというかこっちにも穴が開いてるタイプのローターになってるという。そしてもうキャリパーはこれさっき話ちょっとしましたけど、メーカーちょっと分かんないですけど、もしかしたらブレンボかな、うん、そんな感じしますよね。入れたちとしては、うん、そんな感じですけどね、はい。ちょっとこれ知ってる方いたらコメントいただけると。そうですね、はい、裏側に結構書いてあったりしますかね。そんなのも知らないで YouTube やってるのかって申し訳ございません、はい、下調べがちょっと甘いんです、はい。そして足回りなんかはこれホームページとかでもどでかく書いてありますけど、総アルミの、うん、もう本当にちょっとこうレーシング直系の、アルファリンクサスペンションでしたっけ、はい、リンクサスペンションシステムかな、うん、そうですね、はい、そういうちょっとこだわりの足回りになってると、はい。フロントが、ダブルウィッシュボーンの後ろがマルチリンクかな。であとこの辺のダクトもなんかちょっと見たことあるなと思ったら FF っぽくないですか、フェラーリの。うん、ああなるほど、はい。このちょっと三角形っぽい、まあ、形こそ違いますけど、でそこからこう、そう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 、このプレスラインと、はい、だ同じなんかイタリアの雰囲気を感じるっていう。でこれがまあクアドリフォリオとことですね。直訳すると四つ葉のクローバー。四つ葉のクローバー、ね、はい。これなんかあれですよね、なんか四駆のシステムの Q4 もなんかクアドリフォリオとなんかちょっとつながってるあれらしいですよ、意味合いらしいですよ。まあ四っていうところなんですかね、はいはいはい。クアクワッドクワドリみたいなところは、はい、多分クワッド的な、ね、多分そういうことだと思うんですけど、はい。でこれがなんかもうあれらしいですよね、100年近い歴史らしいですよ、うんうん、1920何年、まあ、そのホームページに書いてありましたけどなんかそのレーシングカーに験担ぎで、そうですね、はい、なんかそのこのマークを入れたのが始まり。なんか日本でいう四つ葉のクローバーと、まあ、イタリアも同じ意味があって、まあ、気象でこう見つけると幸せになるみたいなところは、四つ葉のクローバーはイタリアも同じ意味があるみたいな。それ世界共通なんですかね。どうなんだろうね逆に四つ葉の黒は見つけると不吉なみたいな国はないんですかね。どうなんでしょうでも基本的になんかイメージとしてはやっぱりこう幸運というか珍しいというか、うんうん、そうですよね、はい、ちょっとそういうイメージ。だこれも惑わしているところだと思うんですよ、うん、僕これがまさかそのレーシングの象徴だって分かんないじゃないですか。そうですね、はい。あ、なんだこれ可愛いみたいな。そう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 、日本人の感覚でいくとそうですね、はい。けど実はやばいやつという、うん。そしてあとは、まあ、基本的にそのデザインの部分なんかもホームページですごく触れてましたけど、曲線と直線がこ うまく使い分けられてて、もうサイドスカートなんか、まあ、横から見ると割と平らですけど、ここがこう出っ張ってるちょっと 3D なデザインになってたりとか、ね、よく見るとね結構こう造形がこう深いっていうか抑揚がすごいですよね、うん。だってサイドスカートここが一番出てるんですよ。そうね、なんだったら乗るときに一番こう足をするところが一番出てるっていうね、はい、うん。でもそこじゃないんですよね、うん、はい。そして窓枠なんかも最初から黒かったりして、はい、まあ、ちょっと全体的な印象もやっぱりメッキ少なめで、うん、レーシングな感じが。であとはちょっと後ろタイヤ行く前に急行とか触れていいですかはい、どうぞ、はい、このチリですよ、はいはい。これ動画で伝わりますでしょうか。最近メルセデスとかも正直ちょっと急行のチリあんま良くないじゃないですか、うん。もうそれをもう何言ってるんですかっていう、はるかに回る、はい、これがもう最初からっていう、うん、R すらちょっと違うもんね、この。そうですね、平らですもんね、うん。
こっちはむしろ平らで、この R に合わせていってないっていう。だから国産車とかそういう感覚でいくと多分あれって思っちゃうんですよね。だから外車特に板フラ慣れてる方であればもう全然、まあまあこんなもんだよ、ね。まあ、車の性能には全く関係ないですからね。そうですね、はい、僕的にはもうメーカーの方向性分かったんで、うん、もう全然納得です。これでありと。ありです。ということですね、はい、調整もできないし。手曲げでうまく合わせていけないのか。いやもうそういうレベルです。だから好きにしちゃう。はい、はい、そうですね、いいんです、はい。そして後ろが若干太めの、285。フロントが245のリアが285。はい、はい、ちょっとタイヤのこの立ち方も良くないですか、うん。そしてリアもしっかり4ポットのブレーキ。結構前後対向ってもうただものじゃないですよね。そうですね、はい、しっかりついてる。そしてあと後ろ行きましょうか。後ろなんかは割とこう逆に何ていうんですか、特徴的な感じがちょっと薄れてる、うん、もう他のメーカーにもなんかつながるような、すごくまとまりのある。アルファロメオってあのグリルをどうこうグリルありきでこうデザインされてる感じあるじゃない。ましてはこのジュリアの顔なんて結構もう見るからにあドイツ車じゃないなみたいな感じあるけど、後ろ姿ってちょっとそうなんですよ、ちょっとアクが、アクがない、ないというか、うん、そんなに個性的じゃないっていう。テールレンズの処理とか、そうなんです、そうなんですね、この辺の処理なんかは国産とか同時車でも普通にありそうな。でもラインの引き方はやっぱりイタリア車ですよね、うん、うまくないですか。特にこのリアのこのバンパーとか、ね、この半分から下はね、はい、また全然変わってで、これボディの下、あ、真っ平らで、うん、はい、結構最近こうディフューザーデザインなのもありますけど、ね、この辺で切れちゃったりとか、はい、うん、ボディ全然下平らじゃないやつありますけど、これも全部真っ平らで、しかもこのディフューザーのこの傾斜もだいぶ前から始まってるっていう、うん、まあなんて言ったってだってエンツォフェラーリが元々いた会社ですからね。そうですね、はい、まあ、ちょっと普通じゃない。フェラーリが母と呼ぶ会社ですか。そうですね、はい、だからあのエンジンの件に関してもあの言っちゃダメなんですよ。そうね、はい、こっちが先だっていう、うん、であとはマフラーなんかも最近ダミーなんかも多いですけど、まあ、しっかり本ちゃんの4本だし、はい、エンジンルームで紹介しますけど、はい、もうちょっと行っちゃってるパワーですからね。そうですね、はい、まあ、このぐらい必要かなと。でカーボンの、はい、まあ、トランクスポイラー、トランクスポイラーも専用のもの、カーボンのやつですね。この辺なんかもしっかり小さいとか、こんな感じのエクステリアになっております、うん、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、この外には一応スマートキーが、はい、ボタンがついてると。であとドアを開けるとドア結構重いんですよね、うん、でまあ結構なこう剛性感もありますけどドア自体が結構重たい気がします。そして内装はもう本当に高級感とシックな感じ、黒とこの赤ステッチでまとめられた感じですかね、うん、でシートに関してはレザーとアルカンターラ、そして赤のこのダブルステッチですねのシートになってると。でホールド性もかなり高そうで、で結局このなんですか、重さがかかるところにアルカンを使ってるんで、うん、まあ、滑らないっていうシートになってるみたいです。でヘッドレストにはアルファロメオのマークがエンボスで入ってると。あとダッシュに関しては同じようにレザーを対応されてて赤ステッチで、ステアリングもめちゃめちゃレーシーですよね、うん、だってこのパドルのでかさ、そしてスタートボタンがステアリングですからね。こんな感じのインテリアになってます。あ、そしてあとシフト周りはしっかりカーボンなんか使われてたりとか。そうですね、高級感が、うん、結構こう派手にしちゃいがちじゃないですか、うん、ハイパフォーマンスモデルって。だこの辺もなんかちょっとそういうのが伺い知れないというか、まあ王道はセダンってことなんじゃないかな。ダメなのか違うのかな。う、まあ、一応あの言う人が言うにはフェラーリのフォードは、うん、フェラーリのセダンっていう人もいるぐらいですからね、うん、まあ、非常に上質なインテリアになってます。であとドアに関してはこれ上と真ん中がレザーなんですね、うん、はい、でステッチも入ってて、で僕あのここなんでシワ寄ってんのかなと思ったんですよ。そしたらこれ中骨が入ってないんですよね、うん、まあ、入ってないことはないんでしょうけど、
多分硬いウレタンでここがこう成形されてる。でドア重たいじゃないですか。ドア開けるときに要はレバー引いてここでこうやって押すからここに車寄っちゃうんですね。これは結構上手に開けないとないんですよ、骨が中だから開けるときちょっと別のところを押していただいた方がこれが多分悪化しないで済むんじゃないかなと。で一応ハーマンカードが標準装備ですよね。そうですね、はい、ここはドリフォリオになると。ただちょっと乗った感じだと、まあ、音楽聴く車じゃないなっていう、うんうん、はい、エンジンサウンド聞いて、そうだね、はい、窓開け気味で、そうですね、はい、そっちに酔う車だなと思いました、うん、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。よいしょ。割とここが本当に一番出てるんでちょっとここだけ注意ですよね、うん、そして乗り込むとシートは本当にこの座面と背中がアルカンターラなんで滑らない。そしてサポートもかなり大きめなんで本当にホールド性がすごくいいです。でシート自体は8ウェイの調整プラスランバーサポート、はい、がついてると。でこの伸縮するタイプのこの座面になっているとこんな感じでございます。そしてメーターハンドル関係はこんな感じ。ちょっとイタリア車でマセラティのイメージだとちょっとハンドル小ぶりですかね。そうですね、マセとかってグランツとかってハンドル結構大きいじゃないですか、うん、そのイメージでいくとちょっと小ぶりっすよね。で割と細め。そしてこれベースボールステッチって言っていいのかな、のこのバッテンの赤のステッチの入ったステアリングになってる。でこのハンドルについてこないタイプのこれアルミっすかね、うん、チタンっすかね、チタンじゃないな、なんだろうこれ、アルミのパドル。ちょっと操作感かなりいいです。剛性もあってハードルの大きさだよね。そうっすよね、うん、もう普通じゃないな、普通じゃないね、はい、これですからね。そして、まあ、マルチファンクションとあと ACC で後期になるとちょっとだけ ACC の頭が良くなってるらしいです。一応前期でもしっかり前についていくタイプの ACC ついております。そしてスタートストップのボタンがこんな感じでついてます。そしてメーターがこんな感じです。でタコなんかは割と、まあ、普通でもないですけどそんなに超高回転エンジンじゃないじゃないですか、うん、けど驚くのはこっちなんですよ。330キロといういやそれさすがに盛りすぎだろうと思いきやこの車最高速300キロオーバーなんですよ。伊達じゃないですね、はい、僕が読んだ読み物だと307キロって書いてありました。だってドイツ御三家ですらなんかオプションつけないと250キロリミッターとかじゃないですか、うんうん、スタンダードでこのメーターで300キロ使ってます。FR と。そうです。四駆にする気すらないという。そしてあと真ん中にはちょっとこんな感じでインフォメーション。だ全体的にはちょっとクラシカルな印象で、ちょっとこのメーターフードも大きめで、非常に視認性はいいメーターじゃないでしょうか。まあ針がもう真下なんで、かなりちょっとこうレーシーな感じも見て取れます。そしてこっち側のナビゲーション、これが前期だと7インチですかね。で、あ、ナビじゃないんですね、そうだ。ナビじゃん、うん、ただのモニターなんですね。ちょっとこれオンにしてみましょうか。こんな感じでアルファロメオのオープニング画面が出て、なんで基本的にはこれスマートフォンをつないで使っていただくようなシステムだ。メディアに関してもラジオとあとは接続して再生できるようなもの、はい。そしてナビなんかはないんで本当にあと車両と設定とっていうこんな感じのモニターになっております。なんで、まあ、スマートフォンつないでいただいてカープレイだったりだとか、Android O とかその辺なんかを使っていただくようなシステムになります。だこの辺もちょっと使い慣れないと。だからそうですね、まあ、まあ今時っちゃ今時ですけどね。で後期になるとナビがついてくるんですよね、確か。そうですか。ただそれもドイツ御三家ぐらいのを期待してると、うん、ちょっとこうあれっていうだと思いますね。だもういっそのこと前期のナビなし、うん、でスマートフォンで使い慣れていただくのが、まあ、いいんじゃないかなと。そしてあとはクライメート関係はこんな感じで一応シートヒーターがついております。まあ、この辺は直感的に操作できるんで使いづらくはないんじゃないでしょうか。で一応デュアルゾーンになってるんで画面にも出てきてこんな感じで使えます。そして少し小ぶりなドリンクホルダーとあとカーボンのパネルに覆われたこの辺ですね。モード切り替え、レースとダイナミックとナチュラルとアドバンスとエフィシエンシー、はい、これ勉強しない
あのする前は何のこっちゃだったんですけど、まあ、要は、うん、スポーツとノーマルとエコですね。画面にも出てきますけど、それで見れば、はい、こんな感じで、こんな感じですね。そしてあとは電動のサイドブレーキとこんな感じで意外に深い、はい、アームレストの中の小物入れ、そして USB が2系統と AUX シガーソケットがついております。でこれあれですかね、この鍵のマークがついてるのはあの電池がなくなっちゃった時はここに当ててかけてくださいです、はい、そしてあとグローブボックスは割と奥が深めのこんな感じのグローブボックスになっております。でダッシュに関しては先ほどちょっと触れましたけど、ヘッドアップディスプレイとかは一切なく、ちょっとレザーの高級感のあるダッシュボードになっております。そしてルーフは黒のファブリック、バイザービニールですかね、こんな感じで。で今回のお車はドライブレコーダーもついております。で当然サンルーフなんかはございません。で室内空間は何でしょう、そんなにこう窮屈な感じはこのボディサイズにしては全然しないです。そして視認性もかなりいいです。ちょっとこの流線形のダッシュが特徴的ですけれども、かなり視認性もいいんで運転しやすそうな感じはします。さっき月村さんもおっしゃってましたけど、うん、フェンダーがこうモリって出てたりしないんで、うん、まあ、ちょっとらしさには欠けるかもしれないですけど、そうですね、はい、逆に運転はしやすいのかなっていう、うん、まあ、車のラインが見やすいんで、そういうところに金かけてないってことですね。そういうことですね、はいはい、こんな感じのフロントになっております。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。はい、さっきツッチーがポジション決めた位置での、はい、ちょっとだいぶ見え張ってますけどね僕いかがでしょうか、うん、頭拳一個ちょい、足元拳一個ですね。背中後ろの立ち上がりはまあちょうどいいぐらいなので若干こうきついかな。ここがなんかちょっと近い低い気がしますよね。こう来てる感じがあるけど、まあ特にでこのクワドリフォリオはジュリアは4人乗り、はい、なので真ん中はもう座らない、はい、座れないっていうで、後ろにも USB が来てて、エアコンはまあフロントの吹き出し口だけなんですね。吹き出し口だけですね。だからこの辺もちょっと装備期待しちゃってると、ちょっとエアコンのその風量調節もないですし、温度調節もないですし、うん、ちょっとその辺は割り切った、はい、割り切った感じになる、はい、あと僕さっき後ろ乗って思ったんですけど、硬くないですか。硬い、座面も背中もめっちゃ硬いですよね。沈む感じは一切ないですね。ただアルカンなんで滑らないっていう、うん、滑る。ちょっと快適にこう後ろもだらしなく座っていけるかっていうと、ちょっとこ う, そうです、ね、ちゃんと座るのを強いられる感じ。足もつま先がグッて入っていくかっていうとそんなでもない。なので後ろの人はまあ快適ってとこではないですね。ただ、まあ、十分、うん、だと思います。はい、後ろも、まあ、カーブでスピーカーも一応分かれてるんだね。で収納もちょっとないんですよね。収納ネットだけですもんね。そう、あの、うん、アームレストみたいなのがここ出てきたりもないです。だからこの辺結構気使ってるというか、便利に作ってある車最近多いじゃないですか、うん、もうリアのシートヒーターとかこのクラスでも当たり前になってたりとか。そうね、なので例えばこう後ろで飲み物を持ったら置き場はないっす。大丈夫です、飲み物飲んでる暇がない車なんで。なんか昔よく言ってたここに引っ掛けてカチャッてダメです、絶対つけちゃダメです。なんとかバックスで買ってきて。ダメです。ダメですか、それ、はい、僕がもう取って捨てちゃいます、そんなのは、はい、ね、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、もうトランクはスタンダードな、はい、握って開けるタイプ、はい、そしてどうですかね容量的には。トランク480なんで数字的に見るとまあまあそんなにこう、うん、狭くない。ただ何でしょう、こう開口部がそうね、でちょっと狭いのと、そうなんですよね。
天地もそんなにそうなんですよないし、トランクするのもついてない。だからこうもっと同じ容量でもちょっと使い勝手良さそうなのあるんですけど、うん、ちょっとこの数字から想像するとちょっと使い勝手が斜めにワンバック入るかな、うん、ゴルフバック、ね、2バックで2人で行こうっていうときついかもしれないですね。であと下側に工具だったりだとか、はいはい、あるという。これちょっと発泡スチロールで塞いでんのかなと思いきやもうすぐこの下がフロアなんですよ、うん、ただまあこの辺どかしても容量は増えないというこんな感じのトランクになっております。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、この車の肝ですね。そうですね、まさによいしょ、やってまいりました。でエンジンが、ちょっと中途半端な数字なんで約 2.9リッター、はい、これなんで中途半端かっていうとそのフェラーリの V8 のボアストローク全く同じまんま、まあ、V6 にしたんでなってんじゃねえかっていう、ねはいはい、説が。だから人によってはこのエンジンでフェラーリのセダンだっていう人もいるんですよね。でカリフォルニア T とかの V8 を2気筒そうです切って、はい、噂ですよ、ね、言うとまたフェラーリが怒る。じゃあアルファモーロ怒る。そうです、はいはい、だからその辺はちょっとグレーな部分ですけれども。そうですね。で次出るフェラーリの V6 がこれを、あそうなんですか、あこの系統のエンジンが、うん、これが今度はそっちのフェラーリの V6 にっていう。大人の事情でオープンにはならないですけど、そうですね、まあそういう流れもあるみたいな、まあ、だカバーついてますけどめっちゃかっこいいですよねこれ、うん、ヘッドとかこうちらっと見えるじゃないですか、うん、90度版、うん、90度の V6 ブルク90度って、はい、今強角な、そう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 、ね、だからもうギリギリなんですよもうこのストラットとかにヘッドが、うん、けどその分こう開くから、うん、この辺のレイアウトめっちゃかっこいいんですよ、うん。だちょっとこれエンジン見たらもう絶対普通じゃないなっていう。そうですね、見て取れるという。そしてこの辺なんかもちょっとこう V6 デザインのカバーと、うん、クワドリフォリオのこのマークと、そしてあとは先ほど触れたこのカーボンですよ、マット仕上げのドライカーボンのフード、うん、すごいですよね。だから、うん、脱いだらすごいんですみたいな感じじゃないですか。そうですね、はい、スノージュリアが500万、540万ぐらい、でこれが1100以上でしょ、はい、約倍でございます。まあそれイコールここってことでしょ。そうです、そうね、はい、まあ、他にもいろいろお金かかってるでしょ。まあまあそう、分かりやすいところで言うと多分ここなんでしょうね。でもアッパーなんかもこのガチガチの、はい、強度ありそうなアッパーで電子制御の足回りになってるという。でちょっと市場で触れたいと思いますけど、この見える部分だけじゃなくてプロペラシャフトなんかもカーボンのもの使われてたりとか、はい、もうちょっと振り切れちゃった。そうね、はいはい、もうハマる人にはハマる最高の設計になってるわけです。結構アルファってこうずっと長く乗る人って多いじゃないですか。もうこれも多分そんな感じですよね。いや分かりますこれは、はい、だ最近ちょっとないじゃないですか、うん、みんなこうなんですか、普通になってって言ったらあれですけど、とんがった車ってあんまりないじゃないです か、うん、だからこれはもう尖りまくってる、うん、だ馬力に関してもちょっとこう一番最後に紹介になっちゃいましたけど510馬力ですからね、うんドイツ御三家の馬力戦争を、はい、そうですね、完全にくっつけかかって、はい、かぶせてきたという、うん、ちょっとこの後乗ってみたいと思います。続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。じゃあ行きましょう。
確かに。さっきカメラマンも言ってましたけど、レバーが操作しづらい、パドルがでかすぎて。そしてブレーキ張り付いてました。そしてオートマしかないんですよね。発速オートマ、うん、発速オートマ ZF 製、 ZF 製、はい、発速オートマという。そしてあともう一個大きなトピックとしては、ブレーキがこれあのブレーキはバイワイヤー、要は直接油圧ラインでキャリパーまで繋がってないタイプですね。あくまでそのペダルの動力を読み取ってユニットがブレーキかけてるという。そしてステルビアの時はだからあんまりブレーキのあのフィールに違和感感じなかったんですけど、これちょっと乗ったらあれですね、ジュリアの方だとちょっとブレーキがタッチが不思議なタッチ、カーボンセラミックみたいな、ちょっと初期精度が甘い感じが少しします。ちょっと踏んでいかないとって。そう、結構ドイツ車なんかだともう乗せてパッドがこうローターに触り始めたぐらいから、もう減速というかククククってなるじゃないですか、それないか、あんまり感じが。パッドが今ローターについたんだろうなっていう感覚があった後もちょっとスススって車が進む感じがありますね。で温まってない、本当にカーボンセラミックみたいな、アベンタ乗った時みたいな。レバー操作しづらい。ね、はい。そしてこんなにあのぶっ飛んだ車なのに、あのシリンダー休止システムとかついてるらしいですよ。で一応エコ運転すると13キロぐらい走るっていう。まあ、必要ですか？今時はしょうがないでしょう。そうですね。はい。ただちょっとせっかくなんで D から言っていいですか、はい、僕。ブレーキはちょっとあれですね、慣れないと。そしてステアリングが軽くない？軽いっす。パワーステが軽いっす。特に BM とかとない、ミニとか BM でないでるとめっちゃ軽いっす。なんかこうドイツ車のしっとり重いみたいな感じとはまた全然違うよね。レンジほどまではいかないっすよね、結構軽いっすね。なんかイタリア人はパワーステ軽いのが好きな国民性だなんつって、パワーで回していけないんだ。軽い、確かに。そして乗り心地は割とスポーティーですね。今 D にしたのもありますけど、はい、でペダルは全体的にこっち向いてる気がします、ちょっとここでグイッといいですか、心の準備はいいですか。はい、あでもなんかクワトリフォリオステルビオの方が速かった気がする。あんまりあれですかね、四駆で姿勢の変化が、四駆っていうか SUV で姿勢の変化が大きくないからですかね、なんか全然。あでもこれやべえやつだ、めっちゃ速い。これちょっとあれですね、やっぱり同じなんか510馬力でも全然違いません、 BM とかと、うん、そうですね、メルセデスの C63 とかと。なんかパワーの出方が極端、なんか国産チューニングショップがなんかチューニングして出した500馬力みたいな。でもそのぐらいワクワクする、扱いやすい。なんかハイパワーもいいんですけど、なんかちょっとこのぐらいなんか荒削りなの良くないですか、その辺はまあ好みっすよね。その、まあ、新車で1000万以上なわけじゃない、はい、そこに何を求めるかってところですよね。フォードはセダンで、じゃしたいんだったらセダンじゃなくてもいいじゃんって人もいるだろうし、いやでも1台で賄わなきゃいけないけど、じゃなきゃ、じゃじゃがいいっていうね、そこっすよね。まさにじゃじゃ馬ですよね、もう絵に描いたような。ただこれレビューでも書いてありましたけど、あの N とか A にすれば、普通に走ろうと思えば全然普通に走れちゃうっていう、で外見もこの外見だし、まさかそんなにちょっと狂った馬力が出てる車だろうとは、110馬力がある車には見えないよね、はい、思わないという、だその辺もちょっといいのかな、知る人ぞ知る、はい、らしい作りなのかなっていう気がします。であと僕そんなにドライビングスキルがないんであれですけど、あのプロのそのドライバーの方が書いてるレビュー見る限りだと、あの信じられないぐらいのオーバーステアって書いてありました。今時の車って全部弱アンダーで作るじゃないですか、だから
逆に言うとそれ安全なんですけど楽しさには欠けるっていう、うん、でこの車に関してはもう結構極端なオーバーで作ってあるから乗った時はめっちゃ楽しいっていう、うん、ある程度じゃあスキルが求められるみたいですね、うん、だからちょっとコーナーのあるとことか、まあ、峠とかちょっと走ってみたいですよね、うん、このとんでもない馬力とこの加速感をそういうところでちょっと使ってみたい。あとは意外にびっくりしたのヘッドレストが意外に柔らかい、はい、そうね、はい、この柔らかさを後ろの席の座面と背中にどうして持ってきてくれなかったんだっていう後ろ硬いよね。そうですね、だって普通に3シリーズより硬いですよ後ろの席、うんうん、いやちょっと走りたいです走らせてくれた感じあとさっきあのボンネットのレバー僕見つけられなくて、うん、そう変なとこにあるんだよね。そうそう運転席のこのそうフットレストの上じゃないですかでそれを覗いた時に気が付いたんですけど、うん、これブレーキのレバーがプラスチックなんですね。あ結構だからその辺剛性感とかどうなのかなと思ったら、うん、乗ると意外にこのペダルの剛性感に関しては普通で結局ブレーキバイワイヤーにすると直接油圧で繋がってないから、うん、ABS の作動時のあのゴゴゴゴっていう振動とかもないらしいですよ。さすがに商品車なんでその ABS が作動するまで踏めないですけど、うん、結構 ABS 作動するとゴリゴリゴリってなるじゃないですか、ね、あれがないらしいですよ。あとはそのブレーキが温まってきた時でもそのタッチが変わらないっていう、うん、あとは残念ながらちょっとカーボンルーフでこう低純真化されてるとことかあのカーボンのプロペラシャフトの恩恵は僕のドライビングスキルでは分かりません。まあまあそれは分かる人はロマンの呼び者なっていう、うん、ちょっとこれレバーがちょっと待ってください。でもレバーが邪魔すぎてこれちょっと。あと今回の車はあれですよね、バルブの開け閉めがリモコンでできるってことで、うん、これモードに関係なくってことですよね、うん、開けたりもできる。いやでも本当にゆっくり走るとあのびっくりするぐらい普通に走れちゃうっていう、うん、扱いにくさはそんなにないですよね。アクセルもゆっくり開ければ全然普通の、うんうん、フィールで走れちゃうって。で乗り心地もそんなに正直悪くない。ちょっと最初の入力に関してはちょっとタン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 って感じかもしれないですけど、まあ硬くはないよね。硬くないですよね、うん、またステアリングのレスポンスめっちゃいいんですよ、うん、めっちゃいいんですよ、まあ、どれ読んでも書いてあるけどね、うん、確かにそうだよね。もう切ったら切っただけ曲がるっていう、うんシュッていう。だからちょっとこれ走ってみたいですよね。そして軽いよねステアリングは。軽いですね。これだから本当に万人受けはまあしないだろうなっていうのが、うん、もうエクステリアしかりこの、うん、なんか車の味付けしかり思いますけど、これ普通のに満足できない方とかだったらもうこれ以上はないでしょうね。うんでもやっぱりちょっと車ってこういうとんがった感じ必要くないですか。そうだね。なんか最近本当にどんどんこう快適装備がついて、うん、こうちょっとこの楽しさからかけ離れた、うんまあ、いろいろ各メーカーやってんでしょうけどなってますけど、これに関しては本当にメーカーがやりたいことやってんなっていう感じますよね。ちゃんとこう運転が楽しいだよっていうところよね、うん、そうですね。アルファロメオのそれをなんか貫き通して車作ってすごくないですか、うん、すごいよね。だって信じられます、これよりヤバいやつがまだあるんですよ、うん、GTA でしたっけ、うん、GTAM か、はい、もう正気の差だとは思えないですよ、うん、だからあれが買えるってすごいですよね。だからそうね、はい、もう本当にメーカー直系のなんかレーシングがそのままお金出せたら買えますみたいな。だあとどうなんですかね、正直レビューするとやっぱり故障とサポート、その辺もやっぱり車選び外せないとこじゃないですか。そうだね。考えて、まあとりあえずこの車に関してはまだメーカー保証は残っているというところと、うんまあ、今でもアルファロメオもだいぶ良くなってるんでね。
ただどうしてもそのディーラーの少なさだったりとか、そうだね、あとは、まあ、輸入車の中でも特にこうちょっとパーツに関して例えば欠品してます、うん、本国オーダーですとかっていうのが、うん、ドイツ車でも結構あるじゃないですか、うん、特に今はね、そうなんですよ、はい、だその辺かなっていう、だその辺なんかもちょっと心得といた方がいいかなっていう気がします、うん、買った後、そうなのってなってきちゃうとこうやっぱり楽しくなくなっちゃうし、うん、魅力が半減しちゃうんで、ただ本当に車乗りやすいんですよね、ちょっと気合い入れて乗らないとダメだなって感じがします、うん、テンションの高さが必要、まあでもね、そうは言っても、はい、フォードはセダン、オートマのフォードはセダンですからね、うん、あとはナビ問題ですかこれ、うん、ナビ問題じゃないですよ、もう慣れちゃってて、もうなんていうんですか、セットだと思っちゃってるじゃないですか、うん、そうだね、でも今結構カープレイメインで、うん、はい、ミニなんかもそんなの出しましたよね、うん、もうその辺はむしろそっちの方がこれからはね主流になるし、もう間違いなくなってきてるしね、ただあのカープレイだと問題なのは現地のその交通規則にのっとった案内じゃない場合があるんですよね、うん、一方通行のところ案内したりとか、はいはいはい、っていうのもなくないじゃないですか、うん、あ、そう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 、あと GPS 受信できないとか、ね、そうね、トンネル入った途端にどっか行くことあるよね、だからある程度なんとなく土地勘あるところで使う分にはいいんですけど、うん、ちょっと全く知らないごちゃごちゃしてるところに行くにはちょっとまだ弱い感じはしますよね、うん、車検適合するやつがあるかどうかわかんないですけど、もう少しだけちょっと、そうね、ボリュームがあると高まるね、そうですね、うん、ステルビオだったらこのぐらいのボリュームでいいと思うんですけど、ちょっとセダンだったらもうちょっとだけボリューム欲しいです、そうね、うん、いや早いっすよこれ、めっちゃ早い、この車全然踏んでないですもん、で実際の数字以上になんか車軽く感じます、うん、1700キロぐらいですよ、そうだね、決してね車中は軽くはないけどね、そうっすよね、うん、一般的なあのセダンとあんま変わんないですけど、うん、C クラスとかキャンシリーズと変わんないですけど、なんか車すっげえ軽く感じます、しますか、はい、いやーちょっとこれ本当に走りきてるな走るスキルもないですけどブワーッとあとちょっとアウトバーンで300キロ出してみたいですかそうだねつって、まあ、想像すけど、うん、ちょっとこの S クラスとかああいうので出す300キロよりも多分スリルがある300キロだと思うんですよ、うん、はい、なんか M5 とかあの辺で出す300キロとまた違った300キロを感じられると思うんですよね、はいはい、本当にいまだに覚えてますよ、 A4 で220キロぐらいで走ってたのに、G63 にまくられて250キロぐらいで軽い、やっぱり分かります、助手席乗ってても車が軽く感じます、軽やか、車の挙動が、
っと運転に集中しちゃいますよね。そうだね。なんかいろいろこう確認しながら、うん、すげえステアリングクリックじゃないですか。うん。いかがですか、杉村様。いや、シートは悪くないですね。悪くないですよね。滑らない本当に、うん。ちょっと深めでね。はい、あ。横のこのサイドサポートが、うん、僕のたるんだボディをしっかりこう。ステアリングもこんぐらいの太さは俺嫌いじゃないです。割と細めですかね。ドイツ車のあのぶっといやつよりも。BM の M のやつとか。そうそうそう。ただあとはレバー操作しづらくないですか。ね、この巨大パドルの向こう側にね、あるから。まあまあでも。そして乗り心地は本当意外にいいです。今 D ですけど、うん、ああ悪くない。こうやって流す分にはね、全然普通のちょっとスポーティーなセダン。そうですね。だから なんとなくこの走ってる車にも溶け込んでると思うんですよ、うん、まさかこれが300キロでカットンできる車とはって感じですか、ね、100馬力そこそこの車と並んでてもね、そんなにね、モンスター感はないよね。でもリッターこれ175馬力って書いてあるでしょ、うん、リッター100馬力だったら高性能とか言われてた時代は伊豆越えって感じですよ、ね、あとはこのサイズ感もいいのかなと思うんですよね、うん、これだったら駐車環境とか困らないじゃないですか、うん、このサイズで作ったのはいいかもしれないね。これが、ね、あの5シリーズとか、はい、E クラスのサイズで作っちゃうとまた全然違っちゃうんだろうね。まあ日本の道路事情にもあってましたね、うん、駐車環境も困らないし、うん、まあそのサイズで作ったらもうアルファロメオじゃない、ね、まあ確かにそうですね、うん、だってパドルのこの反応も全然悪くないんですよ、うん、カチッっていう。減速、え、この辺も全部出せんすね。エコとほど遠いと思うんですけど、一応、うん、アイドリングストップもついてるし、もうほんとシンプルっすね。そうね、はい、あと意外にこの枠がでかいですけど、うん、モニター自体は7インチなので、まあ、ちょっと大きいあのスマホぐらい。ただちょっとバックカメラの、あの表示がちっちゃいなと思ったっす、うんうん、PDC と一緒に出るじゃないですか、うん、本当にここら辺にちょっとちょこっとしか出ないって。今9インチだ10インチだってね。そうなんですよ。で画質もなんかもうタブレットと変わらない画質になってきてるじゃないですか、うん、それ想像してるとちょっと画質もこう決して褒められた画質ではないなっていう、うん、でもそこじゃないんです、うん、いいんですもん。別にヘッドライトウォッシャーの穴が切りっぱなしでも急行が多少ずれてても、はい、そこじゃないんですよ。そこ気にする人はそこがちゃんと揃ってる車買っていただいて。そうね、はい、このエンジンと、うん、このドライブフィールド、うん、僕はでもこういう車欲しいっす、うん、けどやっぱり家族のこととか現実を考えると普通の車になっちゃうんです。である意味この辺が楽しめる方っていいっすよね。そうね、そう、いろいろこう条件が揃えてないとできないじゃないですか、うんうん、はい、ゆとりを感じるよね。そうなんです、そうなんです、うん、リセールとかも気にしないし。そうですね、うん、余裕を感じますよ、うん、というわけで今回はアルファロメオジュリアクアドリフォリオをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。